岡孝三郎岡孝三郎1月24日から1955年11月23日は日本の実業家、政治家、衆議院議員、久留米市長、水間県三井郡通り町で三代岡茂平の三男として生まれる。父の死後、兄が事業に失敗して朝鮮に渡ったため岡家の最高を志し、1924年、 母が死去するとすぐに、中国、神太王に渡航して沈没船引き上げ業を営んだ。資材を蓄えて帰国し、久留米ガスリの支配人を経てガスリン屋を設立した。その後、久留米商工会議所議員、久留米島同業組合議長、久留米ガスリ同業組合議長、地方森林会議員、福岡県教育会評議員、同県国防会参与、 クルメガスリ工業組合連合会副理事長、クルメ畜産組合長などを務めた。政界では、クルメ市会議員、同参事会員、同議長、福岡県会議員、同参事会員を歴任。1936年2月、第19回衆議院議員総選挙で、福岡県第3区から出馬して当選し、衆議院議員を一期務めた。 1947年4月6日、高専初代の久留米市長に就任し、戦災からの復興に尽力。近隣自治体との合併、かすり産業の復興などに取り組んだ。1952年2月、市長を退任した。ありがとうございます。